みんなもう奥まで行ったのか。早く後を追わないと。ザードマンだ。群れからはぐれたのか。とりあえずここを通るにはあいつを倒さないと。よし、今日はいい感じだ。なんだ、一体どこから現れたんだ。やっぱり一人じゃ無理なのか。どりゃ、水篠さん、怪我してるじゃないですか。私が直します。水木さん、ありがとうございます。他の奴らと雰囲気が違う。すごく強そうだ。このまま死ぬわけには。誰か助けて。水篠君、危ない。 ありがとうございます。扉のある部屋というのもまた珍しいな。はあ、よし入ってみよう。雰囲気あるな。こんなダンジョンは初めてだ。あいつがボスなのか。扉が閉まったぞ。ゲートの向こう側には時として恐怖でしかなく絶望に限りなく近い怪物が待ち受けていることもある。よし、ペナルティ時間終了まで生存。こいつらの攻撃を全部避けろってこと。くそ、いつまで走らないといけないんだ。それよりここから生きて出られるのか。いけるぞ。どうや。よし、出口を塞がれたのか。ひどい悪臭だ。これは獣タイプの魔獣かも。狼。ここまでなのか。こんな雑魚すら俺より強いとは。負けられない。負けられない。
ここで怪我したら終わりだ。せっかく命拾いしたのにこんなとこで死んでたまるかよ。よし、邪魔だ。諦めちゃダメだ。俺だってやればできるんだ。能力値が5ポイントアップすんのか。熱く戦おうぜ。生きている限りこの上なきゃ熱く。だってそうだろう。ここで諦めたら何もかも終わりなんだ。邪魔だ。いつまでも下を向いてるわけにはいかないんだよ。強くなれるのならこのふざけたルールにだって従ってやる。諦めちゃダメだ。邪魔だ。俺の判断にかかっている。やってやるぞ。いつもの駅の面影ゼロだ。あいつがダンジョンのボス。鱗で覆われていてこの断剣じゃ歯が立たない。あの分厚い鱗をどうすれば。諦めちゃダメだ。俺の判断にかかっている。だから強くなるんだ。そのためにここまで来たんだろう。まだ。よし。いけるぞ。今がチャンスだ。灵感，这个嘛。